さあ、久しぶりに帰ってきたのは家かな、これ。ただいまー。女の子入れたじゃん、幼なじみっぽい子。全く出てこないかな。あの子可愛かったよね。あ、デューク、あのおっさんか。さあ、記憶をなんか戻してくれた人だね、デューク。え、今から来いってか。何の用だよ、めんどくせえな。どうすんの、またゲーセン行くんかな、あれって。さあ、改めて、こんにちは、ダイダラでーす。さあ、デュークからの呼び出し通りね、今から行きますか。で、じゃあ、住宅街行きましょう。またこの右下のゲージあるじゃん。あれが満タンになったら、改めて、ゲージワックスになって、なんかストーリー進むのかな。こんにちは。知ってる？安売りベンハーって、へえ、今の社長が一台で築き上げたんですって。すごいね。どんな人なのかしら。ベンハー。ベンハーの社長もなんかこのね、ダンボール戦記じゃねえ。武蔵の、あれ関係する人なのかな。この中で何が作られているか知っておるか。見えないと知りたくなるのが人の性じゃな。もうそうですね、隠されてるものほど興味が出るっていうね。金田一工業、過去株式会社だって。 JK たちだねえ。知ってる、月曜のドラマに出てるアイドル、ヒロインの女優と付き合ってるらしいよ。てかこんな狭いシェルターの中にドラマとかやってんだね。アイドルとかもいて。マジで。え、それ私の推しじゃん。終わった。どんどん推しが増える女子。ねえ、ようわからんけど。さて、ここがさっき言ってたベンハーだね。で、目的地は手前側。またメーガーに行けばいいのかな。メーガーに行って。ねえ、わ。にゃーがだらにゃーお。ねえ。初めて会話というか、新しい会話の人はね、吹き出しが白くなってるよね。雑誌でスイーツ特集やってると。ついつい買っちゃうんだよね、さくらちゃん。てか、なんか登場人物みんなボイスついてんの結構やばいよな、このゲーム。すげえわ。お、学生たち。このクレーンゲーム全然取れねえじゃん。どまい。もう金ねえよ。あら。それなら。あれ。ほら、またあいつに言えばいいだろ。なんかあのいじめられてる子じゃね、いつもいじめられてる子。わかんねえ、アフロのみたいなやついたよね、確か。また、学生たち。ダイエットしてるのに。キツネ屋の前を通るとどうしても買っちゃう。何買うの、キツネ屋って。何、あの美味しさは裏若き乙女の敵だよね。食べても太らない女子。まあそれでも毎日買っちゃうんだけど。すげえ、食べても太らない女子、羨ましいね。はい、じゃあとりあえずね、ゲーセン行きましょうか。メーガー、もう食っても実は運動してるとこあるからな。さあ学生たち。俺やっぱ告白しようかな。惚れっぽい男子、メガネくん。やめとけって、どうせ振られるんだから。相手は学園のアイドルだぞ。学園にアイドルとかいんのか。学園のアイドル、みんなの学校に学園のアイドルとかいた。俺いなかったで、さすがに。ゲームもいいが、ね、そろそろ新しいことがしたいな。どこかに芯から熱くなれる仕事はないもんか。君なんか武蔵操らない、多分向いてるよ、ゲーム上手いし。うん、知らんけど。いらっしゃいませ。業態は丁寧に扱ってくださいよ。いいっす、メーガー。とりあえずバックヤード行って、でお仕事行きましょうか。はい、ということで、まずはね、一番上かな。12、28階、あれどこだ、何階だっけ。ね、10階か。10階の一番ログハンガー行ってみましょう。さあ、ここでデュークから呼び出されたんだけど、何すればいいんだろう。来たよデューク。待ってたわよ。なんだよ。何の用だよ。いや、本当何？釣れないわね。私はこれでもローグ開発のリーダーな。そうなの？まあいいわ。今日はいいことを教えてあげる。めっちゃいい人やか。なんかチュートリアルってか、あの？あなたたちのローグは自由にパーツを換装してパワーアップできるのよ。ついに前回ゲットしたやつつけれるってことかな。パーツを換装？なんだそれ。なんだそれは。武器とか切り替えれる。ローグをカスタマイズできる。勝手にやっていいの俺が。性能や見た目を自分好みにカスタムすればテンションも上がるでしょう。いや、それはもちろん点上げだけどさ。いや、いいのやって。ローグのパーツは赤城町商店街の古着屋で扱ってる。どういうこと。パイロットさん向けの裏の商売ってわけ。売ってるんだ。実際のカスタマイズはローグハンガーでやることなんだけど。ここでやるんだ。じゃあ集まるところは。で古着屋で。古着屋で売ってるんだ。みんなも行くか、古着屋。パイロットさんたちだってずっとローグハンガーに入り浸っているわけにもいかないでしょ。おう。普段生活する街の中でもそういったバトカツができるようになってる。なんだよバトカツって。バトル活動。どう
素敵でしょ。いや、ま、あなたには、ね、いいか。というより実装の方が良さそう。ああ、そうそう。早く遊ばせてくれ。いいっす。まずはローグのカスタマイズに挑戦してみなさい。はい。そこの整備員が教えてくれる。じゃあそのおっちゃんに聞くか。さあ、古着はクジャクいけるようになったよということで、ローグのカスタマイズもできるようになった。ねえ、じゃあちょっとさっきのね、整備の方に お話ししていろいろやってもらいましょうか。めっちゃ人おるな。さあ、その前にね、確か、連動キャンペーンのところで、あ、ショップがあるメニュー。うん。連動キャンペーンのところで、お届け物受け取りやりましょうか。早期購入特典みたいなやつ、DL 限定か、ダウンロード版特典ってことで、なんかいろいろもらえるので、もらっときましょう、これ。ダウンロード版特典、そして更新のお礼キットセットもらいました。ありがとうございます。そして、アプリであったショップ。ね、ショップがあります。ショップには扱う商品は異なって、物語の進行に応じて品揃えも変わります。特定アイテムを集めることで別のアイテムと交換できるショップもあります。ショップアプリからも、利用することができる。じゃあクジャク、ここですね。で、武蔵ボディとか武蔵シリーズですね。ほう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 。ね、アイアンソードとか、これ武器とか売ってるんだね。いや、金飛んだね、なんだかんだ言って。そうなので、新しくなんかアチーブメント、達成とかなんかいろいろ受け取ることができます。金銀と報酬があります。だってアチーブメントやると、あ、なんか受け取れるんだ。チャームとかなんかいろいろ受け取れるんですね、これ。で、全部受け取っていきましょうか、この辺で。はあ、ストーリーとかいろいろクリアしていくといろいろもらえるわけだね、こういうのって。オッケーオッケー、大体理解したわ。こんにちは。初めてにしてはなかなかの操縦だったじゃん。いや、上手かったやろ、結構。ちょっと乱暴なところはいただけないけど。初めてやからさ、しゃあないよね。整備の人ですか。所詮からド派手にやってくれましたね。あれ？ま、こっちで整備しておくんで。これゲーセンの人やん。すぐ来たん、上に。機体の使用感も味があっていいんだよね。はあ。自分の機体、可愛がってあげなよ。了解。かっこいいね、武蔵、ほんと。所詮から、いやいや、君じゃない、君じゃない、こっちの人。いやいや、君じゃない君じゃない君じゃない、こっちの人、こっちの人。巨大ロボットのパイロットなんて宮田ロマンの塊だよね。そうだよな。僕も子供の頃はパイロットに憧れたよ。ロボットって操ってみてよな、でっかいの。まあ、でも実物大とかもうかなわんで、そんなゲームでいいよ俺は。ローグのカスタマイズなら俺に任せな。はい、どんな頼みもお安いご用だぜ。じゃあ田中久志さんにちょっとお願いして、ね、ローグカスタマイズしましょうか。さて、おーっと、ローグに関するさまざまな変更が行われる。パーツを乾燥して見た目を性能をアップさせたり、見た目の変更で、回路開発、マザーボードやスキルの、ね、開発とか回路のセットが完了できる。ローグの名前変更では自分だけでオリジナル機体に名前を付けることもできるっていう。すげえな、なんか。とりあえずローグハンガー見てみようか。これで新しい装備とか変えれるのかな。武器パーツの乾燥だけじゃなくてマイセットとかも変えれますっていう。まあ、とりあえずボディとかなんかある？ボディ変えられない。ライトアーム、お、あるじゃん、ライトアームね。え、めっちゃ能力上がる、見て、すげえ。全戦闘力が、あ、右のやつ上がっていくね、どんどん。レフトアーム来た、レフトアームやべえ、めっちゃ強いぞこれ。レフトアーム、レッグ、エピックゲットしたいな。やべえ、めっちゃ強い。武蔵レッグス、エピック、全部が倍ぐらいになった、やばっ。バカ強くなった。さあ、武器見ていきましょうか。メインウェポン、この双剣なんだけど、ねえ、これ DLC 特典の剣が、ダウンロード特典の剣がバカ強いので、これ一緒。ねえ、そんな急に強いの用意したらあかんねえ、ゲームさん。俺喜んで使うで。ねえ、双剣強かったから、新しい双剣しとこうか、一応セット。一応3種類ぐらい用意しとくか、もう一個。ねえ、これかな？槍みたいなやつかな、これが。新しいやつ。槍？棒やんな、ただの警棒みたいですか、これ。で、銃ですね、これが。新しい銃来た。ね、これ、すっげえ。ガトリング、ドーン。めちゃくちゃ強くなった。で、さらに、あとは、なんか、レアとかの投球のつけとけ、とりあえずいいのかな。うん。なんか、わからへんけど、コントロールショット。で、もう一個。あー、間違えた。よいしょ。で、DPS 順にしとこう、ここ。よいしょ。で、なんかすごそうなやつ。コントロールショット。で、もう一個。全部コントロールだな。リボルバーカノン。これ何にしとこうか。なんかいろんな銃にしときましょう。まあ、基本的にはこのメインで使ってるやつ使えばいいのかな、とりあえず。よーし。さあ、これで俺の武蔵がさらに強くなったはずだ。
暑いねこれで。で次回路開発、マザーボードとかなんかいろいろ言ったけど、これなんだろう。回路とはマザーボードにセットしてさまざまなスキルを発動させるユニットのことです。でひたたたも回路をマザーボードにセットするとバトルで使うことができる。あーなんかあのパンチみたいなやつ、マグナムパンチみたいなやつだっけ、メガトンパンチだったっけ。彼の開発や武器のパーツは異なり、マスがつなげた線を回路開発を行う。回路を開発すると線、隣に線がつながって開発できる種類が増えていく。ゲームの進行、特定の条件を満たすことで開発が可能になる回路があるぞっていう。開発ではローグの設計図も作ることができますっていう。へぇ。え、何がいるのこれ。アンノーン、なんか素材がいるんだ。雑魚敵を倒した時の。ねえ、ブレードキックとか。とりあえずやっとくか、これ。へい。解放。ブレードキック。これ開発まだしなきゃいけないの。ブレードキック。あ、これあれか。ねえ、回路効果プラス 4% とかなんかいっぱいあるんだけど、パワー属性のダメージが上がるとか、射撃ダメージが上昇するとか絶対強いじゃん。つけとこう。ねえ、レベル1開発しました。だって。まあ、こんな感じでいいのかな。もう一個ぐらいやっとか、ブレードキック。ぐーんと。ブレードキック開発しました。これ2回開発したけど、なんか意味あんのかな。わかんねえや。まあ、とりあえずこんなもんでいいのかな。わかんねえ。まあ、いろいろ敵とか倒して、で、鍛えていきましょう。次、マザーボードですね。マザーボードとは回路をセットして、さまざまなスキルを発動させる基板でーす。なんかいっぱい CPU、メモリチップなどの種類があって、対応したスロットが必要です。同じ回路も複数搭載できない。CPU 電源については変更は可能ですが、取り外すことはできない。マザーボードはシリーズごとに特色が違うため、自分のスタイルに合ったものを選ぼう。回路は開発すればするほど、マザーボードに搭載する選択肢が増えてきたりするので、同じ攻撃力の方法でも、射撃を集中的に強化したりとか、属性を特化することもできる。射撃特化の武蔵、ローグ作ったりとかできるわけね。ねえ、目指す強化の方向を合わせたマザーボードを解放する、セットする回路選びが重要になる。俺、近距離ガンガン攻めたいタイプだからな、ほんと。で、冷却ファンとか予備のバッテリーなどを持つ他の回路を増強するのも有効です。配置を工夫して、ねえ、効果範囲内により多くの回路をセットすれば、より効果的になんかできるでしょう、だって。え、なんかとりあえず入れときゃいいの、これ。ねえ。ほうほうほう。え、これどうなってるこれ。え？なんか入ってんの、これ、マザーボード。全然わからへん。理解できへん、これ。これ必殺技か、これ今。必殺技。ブレードキック搭載しとこうか、ここに。ブレードキック。ね。あとは、こんなもんでいいのかな。全然分からへん。おお、これ今、近接ダメージが上昇するやつ。射撃ダメージが上昇する CPU。なるほど。を今持ってたってわけだ。非ダメージ軽減のやつ。ダメージカット。などなど。いや、これむずいな、このゲーム。これ理解するの結構大変やな、このゲーム。ちょ、マザーボードはまあとりあえずこれでいいでしょう。あと、コップキッピットカスタマイズ。コックピットの中になんかいろいろアクセサリー飾ることでできます。アチーブメントとかショップで購入できます。プレイヤーに効果はないものの、オンラインで他のプレイヤーに見せることができます。え？あ、俺これゲットしてるよ、これ。こんな風に飾れるよっていうことです。で、あら、かわいい。そういうことで、ビジュアルカスタマイズ。これ、武蔵のビジュアルとか変えることができますっていう。金属の疾患とか光の反射具合とか、で、いろいろ変えたりできる。今の感じから金属感マックスにすると、わかるかな、みんな。で、金属感、全体適用するね。めっちゃわかる。全身テッカテカだったらわかる。金属感、光沢感の、ま、バリバリの。反射もちょっとマックスにしてみるか。反射もマックスにすると。わかる？もうバチバチテカテカしたのわかる？これ、今。全身、なんか、全身オイル塗りたてですみたいになってるけど。逆にこれを前、ま、なしにするとマットな感じになるんだよね、これで。やってみようか。ほら。これ急になんかプラモデル感出てきたよね。これプラモデルみたいな。なんか感じが出て、え、どっちがいいかなっていう、結構むずいよね、これ。ねえ、いい感じ出すの。反射マックスの金属感ゼロか。こっちの方がプラスチック感出るかな。やってみようか、一回。ほら、おー、てっかてかやな、これ。てっかてっかてーかやけど。金属感出しとこう、やっぱ。金属感。やっぱ金属感バリバリ、反射感バリバリの、ねえ、メタリカル、クリティカル、やっぱ、ねえ、ボディでいこう。男の子はみんな好きだからね、そういうの。俺は好きだよ。さ、ゼロゼロってやつ。デカール、わかる、胸のとこに00って書かれたんだけど、00。ねえ、ほうほう、1、1も変えることができます。ねえ、サイズ感も変えることができる。00とかね。ねえ、
なんだよこれ、角度とかも変えることができる、うん、あ、これかっこいいなこれ、ね、こう縦にするとだから任天堂スイッチやで DS やったっけこのマークって、ね、これにしようじゃ、よし決定、これでオリジナルの俺の武蔵ができたね、うん、てっかでかいなこれ。よーし、じゃあとりあえずこれでいきましょうか。もういいかい？おい、そっちの話は終わったか？いぶし銀太。なんか戦ってた人だよね、あの戦いで。いぶし隊長。隊長なんだ。どうもっす。誰です。ヤマトです。いい戦いだったじゃないか。初心者にしてはな。初心者？初心者。俺は別に戦いのプロになるつもりはねえ。ただ目の前のあいつらをぶっ潰す。それだけだ。それだけだ、かっこいい。戦いはそう甘いもんじゃないぞ。はい。奴らに復讐したければ戦いを学べ。何したらいいっすか？チュートリアルしてもらっていいっすか？もう一回。おっと、本題を忘れるところだった。ほう。ミッションカウンターで天童さんがお呼びだ。ミッションカウンター？何それ。おばちゃんが？今日はやけに呼び出される日だな。まず最初やからね。最初はちょっとこなしていこう、いろいろと。さあ、イブシ・ギンタさんいるね、ここに。どうもっす。道具はお前の相棒みたいなもんだ。はい。大事に扱ってやれ。わかった。あ、待って。なんか俺がやった反映されてるかもしれん。胸のとこなんか00みたいなマーク、縦にしてるのとか反映されてるし。なんかテカテカしてるしな、この、この武蔵。そうか。すごいな、これ。さて、目的地はミッションカウンターが、ここですね。行きましょうか。新しく行けるところ増えてきましたね、だいぶ。で、これで、何すんの？うっす、初音さん。ヤマト。うっす。おばちゃん、用って何？何、ほんと。ここはミッションカウンターといって、出撃要請が管理されてるんだ。出撃？襲撃を受けたエリアへの出撃要請や、はいはい、道具を必要とする案件が集まってくるのさ。へー。あんたも、メガトン級のパイロットになったからには、こういった任務を引き受けてもらわなきゃね。え、仕事やんなきゃダメなの？おぉ、こういう任務も。お金もらえる？わけか。いや、まだ。サンキュー。おばちゃん、ウィス、世話になるぜ。じゃあなんかとりあえず一個受けてみようか。いや、戦い気軽にできるのマジで熱いよね。さ、ストーリーミッションっていうのは、物語を進めるミッション、ミッションゲージが溜まるとアプリやミッションカウンターから受注できる。ミッション内容から敵の弱点とか属性が分かるから合わせた武器とか持ち込みましょう。ストーリーミッションでは出撃するローグとキャラクターが固定される場合がある。装備とかのランク、装備ランクが高ければ武器やパーツのランクを表す数値で高いランクの方のほど性能が優れてる。敵がドロップする武器やパーツの装備ランクは倒した敵のレベルによって決まってくる。まれにプレイヤーランク付近の装備のものがドロップすることがあるっていう。来たな。レジェンダリー欲しいな。レア度は武器やパーツが持つパラメータの一つで希少価値を表す。コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーの順で高くなっていく。レア度が高いほど、武器やパーツの性能は向上するから入手難度も上がっていくよっていう。結構レアってことだね。眠そう。いけない、仕事に集中しないと。でも眠い。コーヒー飲み。たまにそういう時あるよね、ガチ眠すぎる時。君も俺たちパイロットの仲間入りだな。で、勝利君ですね。俺も嬉しいよ。よろしくね、パイセン。それでなんかミッションないですか？こちらはミッションカウンターです。うっす。パイロットへの出撃要請を管理しています。なんか簡単なお願いします。簡単なやつ。さて、ストーリーミッション、感覚警備。これやるか、じゃあ一回。ね、バトルチュートリアルをやったとして。これね、まあ、クリア報酬610って安いな、これ。ね、初回クリア特典でヘビーメダルメイスなんかいいのもらえる。山岳地帯で敵の反応を多数確認した。周辺での作業にも遅れが生じているため敵を排除し安全を確保せよ。さあやっていこうか。武器変更しようって言われたけど、え、わからん。これでカスタマイズなんかな。まあいけるっしょ、行こうぜ。武蔵来た。これが俺の愛機、見て。ちょっと腕がね、右と左でちょっと違うの。行くぞ。よーし、異星人どもボコボコにしてやるぞ。さあ、リュウゴもいるじゃん、また。さあ、3人同時なんだね、また、今回も。最初はビビってたくせに、今日はノリノリじゃねえか、リュウゴ。な。ビビってたってしょうがねえ。俺も戦うって腹決めたぜ。覚悟ねえのに大丈夫か、お前は。そう来なくちゃな。ヤマトは復讐。
テルとかもなんかあんのかな、過去が。さあコックピットでテカテカボディの武蔵テカテカだテカテカだ、すげー。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。おお、ニス塗りたてですやん、完全。ガキン、ほら右と左で違うでしょ。足もかっこいいエピックタイプなんだよね、これ。それでは今から行こうか。出撃する。武蔵出陣する。さて降下しようか。到着。ドン。ドッキングシステムみたいなのないの、もうあれ、あれかっこよかったからもう一回やりたいな。あ、なんか仲間がいるけど、後ろに誰だおめえら。今回新しい必殺技あるからね。さあとりあえず作業ポイント迎え、ここだね。なんだ、一体の敵の撃破。いた。了解。はい、綺麗に。ほらほら、新しい武器の力を食らえ。よし、やれるやれる、全然やれる。またいるぞ。ヘイヘイ、強いぞ。ほら、ダウンロード特典の武器なめんな。ほらね、うおー、綺麗。よし、切った方が早い。さあエネミーで、ね、クリアした。次また出てきた、なんか。ほらほらほら、柔らかいね君。さあ、あっちの方にいるね、敵が。で、ブレードキック、あ、ブレードキック当たんなかった。よーし、ほい。ブレードキックは当たらんけど普通にキックや。倒すのは気持ちいいぜ。さあサクッと撃破完了だす。いいね。さあなんか落ちたもの拾って、先行こうか。宝箱が今みたいにマップにある、なんか黄色いやつとかね、赤いやつとかだよね。おっとっとと、へい、くらえ。よし、全然倒せるぜ。次、今度こそブレードキック当たらん。ブレードキックもう一回やりたい。でも、いや、普通に来た方が早い。どんな奴が相手でも関係ねえ。よし、行こう先へ。全然勝てるぞ。目的地まであと1キロって結構遠いねんだ、ここ。さて、いい効果と悪い効果、バフとデバフですね。なんかあんだって。デバフは敵の攻撃から発生する悪い効果で、効果発生中、バフは緑のアイコン、デバフは赤のアイコンだ。ステータスアップ、ステータスダウン、回復、高速、ガード、アンチガードのいろいろあります。バフ効果のあるアイテムボックスを多数発見することがある。バフのアイテムボックスを入手すると他は消えるっていう。じゃあどれか選ぶんだ、これ。バフ、レジストアップ、ディフェンスアップ、アタックアップ、アタックアップだ。よし、行くぜ。攻撃力を上げて殴れ。へい、からの、よし。さあ敵をガンガン蹴散らすぜ俺は。さあ次、ほら暗い。なんか L と R ボタンを同時押しすると覚悟システムっていうのがあるらしいんだけど、でちょっとよくわからないんですよね。ちょっとやってみようか一回。なんかでも、もうちょっと大きい敵にやりたいな、それは。へいへい、もういない敵、まだいるな、あそこに。なんかすげえ戦場にビーム打ってるけど、お前。ほら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 、聞いとらんな。銃効かねえ。まだいる。ほいほいほい、オッケー。さあ全部やつきだ。まだいるね敵。さあコックピットモード、ミッション中にプラスボタンでコックピットモードを開くと戦闘を助ける機能を使用することができる。急速修理ではローグの故障した部分を修理できる。回収アイテムを確認を押すと、なんかゲットしたものが見れる。オプションはなんか設定変えられる。リタイを選ぶと終始できるが、経験値とかアイテムは入手できないよっていうことですね。コックピットを開いてる間も戦闘は続いてるって、それなんかちょっと怖いな。い、結構難しい要素ですよねこれ。こっちでいいのこれ道。え、さてマップで出てみたっけ。あ、こっちからでいいのか。よし、さあまずワニワニワニ、うっしゃ。さあまずザゴデギが出てきたね今。もういない。そんなんで俺をやれると思ってんのかねえ。ほい、さあもう一体ぐらいいるぞここに。おいしい、パンチ2発でやっつけれるからめちゃめちゃ弱いよこいつら。うん、おいおい、よし。いや結構俺高機動できてる気がする。めちゃ楽しいぞこのゲーム、やっぱ戦闘いいシステムだね。あれ敵になって、
逃してる俺一体。あ、逃してる。ねえ。ほい。で、バシ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 、よし、オッケー。さあ、全部クリア。先行こうか。さあ、目的地ですね、ここが。到着しました。はい。走っていこうか。ね、1キロは先までやってきました。マジでかいんだな、この建物。家だって膝、足ぐらいしかないもん、家まで。ちょっとよくわかんないけど、覚悟システムだってよ。捨て身、覚悟システム、捨て身。これなんだろう、防御力下がるんかな、多分。ね、今なんか、防御力下がって、攻撃力バカ上がってるとか、多分そんな感じだと思う、覚悟システム。これ、全くわからへんけど。よし。ほら、ほら、さ、まだいるか、敵は。まだいるな、あそこに。ねえ、くらえ。何がいいかな、ブレードキック。だからブレードキック短いなしちゃって毎回これ短いなってなってる気がする。なんだボス来たか、ついに。さあ、またでかいやつだな、今度。融合型違う、いや、そうだね、ワスプ融合型。必殺技だけにためといたからな、今回。ねえ、いくぜ。おい。さて、覚悟システム、これさっきやったやつだ。覚悟システム、種類は右とか左で切り替えられて、ゲージが溜まったら ZL と R で発動できる。さっき捨て身ってやったよね。鉄壁の覚悟は防御力上昇の代わりに攻撃力が低下する。そして捨て身の覚悟は防御力が下がる代わりに攻撃力上昇のあるフィールド。そして生還は攻撃力と防御力両方下げるけど回復フィールドを発生することができるっていう感じなんだ。今もう溜まってないよ、覚悟ね。で、雑魚敵から処分しようか、まずは。はい、ちょっと待てよ。ほれ、ほれ。回復アイテム1個使っとこうか。よし。さあ、回復アイテム。5つあるからね。いっぱいあるから使っとこうなるべく。痛い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 。敵強いって。ほれ。さて、いい感じ。必殺技だ。スピンドライブ。よし。さあ、まとめて範囲の敵を撃破。次。あとは君だけが。はい。エラー、なんか狙いロックオンできない、こいつ。なんだこれ。強いな、お前。とりあえず殴り続けよ、ひたすら。ほらほら、空中殴りの芸だ。はいはいはい、空中ひたすら浮いてられる。すげえ武蔵、すげえ。空中一生浮いてられる。でも見て、敵の体力全然減らねえ。はい、ブレードキックで、スピンドライブで、結構ダメージ与えてんだけどな、これ。ほい、よし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 。ひたすら一生攻撃し続けましょう、こいつに。覚悟システム搭載、いくか。捨て身行こう。なんだよ、男は黙って捨て身だよ。ブレードキック、ほらほらほら、ひたすら攻撃だ。よし、はいはい、パンチドラーッ俺の最強の攻撃、とくと味わったか。いや、メガトンバーチクソ火力高えな、これ。なあ、今の。いいね。どうだ、片付けてやったぜ。さあ、大処理。これで、この周辺での活動を再開できるわ。よかった。これって、シェルダーの外なのかな。早く帰っておいで。ね。よし。というわけで、ミッションクリア。戦闘も無事、終わりました。ググン。いいね。やっぱ空中浮いてステップ踏んでみたいな、空中ステップ踏んで攻撃みたいな、通常攻撃の結構敵に対する誘導が高いからだいぶいい感じに攻められるで。来た、武蔵エピックライトアーム。さあ、なんかよくわからんけど回路ゲットしたね今。さあ、全部見ときましょうか。腕がでもゲットできたらよかったな今回。でもランク3とかだもんな、もっといいのが欲しい。おかえり、ヤマト。はい、ご苦労さん。いや、楽しかったやっぱ。出撃できる任務は、はいはい、クルーが管理してるからね。ありがとうございます。じゃんじゃん引き受けておくれ、頼んだよ。お小遣い欲しいんで頑張ります。さあ、フリーミッション挑戦できるようになった。なんだ、おお、シリコン。うっす。ヤマト君、ちょっといいかしら。はい。あなたに頼みたいことがあるの。いや、すいません、今帰ってご飯食べたいです。またかよで、どこの敵をぶっ倒せばいいんだ。物分かりいいね。出撃じゃないわ。え？頼みたいのは聖国学園の調査よ。学校？うちの学校の？なんで学校行くの？詳しいことは言えないけれど、学園内で怪しい人物を見かけたり、うんうんうん、いつもと違うことがあったら私まで報告して。じゃあ普通に学校行くの？
わかりました。待てよ、なんで俺が学校行きたくねえよ。パイロットになったからには司令官の命令に従ってもらいます。そうなの？従えないというのならあなたをパイロットとして認めることはできない。それで契約書ありますか？くそ、わかったよ。なんかやればいいんだろ。悪い大人に騙されてない？大丈夫ヤマト君。部外者の校内に入れば怪しまれるけど、生徒なら問題ないでしょ。テル君たちにも頼んであるわ。明日から調査を頼むわよ。じゃあ明日から普通に学校行ってねってこと？たく、パイロットは何でもやかよ。それとあと一つ。はい。商店街の森下電機は知ってるわね。どこだっけ？店長の話を聞いてきて。店長？ローグのパイロットなら大いに役に立つはず。なんかいいこと教えてくれんのかな。はぁ、あ、仕方ね。それであいつらを倒せるならな。ナイスだヤマト君。まあいろいろ頑張っていこうな。ミッションとかはあるしな。さあフリーミッション、物語の進行に関わらない何度でもプレイ可能なミッションです。メニュー内のアプリやミッションカウンターから受注できる。アプリでもいけんだ。受注できるミッションは物語が進むにつれて増えていく。ストーリーミッションでは出会うことのない未知の敵と遭遇することもあるかも。だってミッションでは一人で遊ぶオフラインミッションのほか、来た来た来たオンラインミッション、ローカル通信があるぞっていうやつですね。オンラインミッションではマッチング条件として出撃したいミッションとメンバーを設定できて、なんかいろいろ選べるらしいですねこれね。ランクが近い人とかパスワードとか作ったり、ローカル通信とかできるってやつ。いや結構ねこのゲームオンライン楽しみそうだよね本当。なんでじゃあね、最後に今回ゲットしたやつセッティングしてみましょうか。これってなんか勝手に設定とかないの？このゲームにはなさそうだな。やっぱ自分で決めなきゃいけないんだ。待って、え、武蔵の見た目が、うわダサ、え、バカダサくなる。まあいいや、ダサくしよう。ダサしになった。ダサし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 じゃねえかおめえは。マジかよ、俺ダサしだけどいいかみんな。ダサしでね、新しいなんか何これ、これ何これ、おのメイスかこれ。新しくメイスゲットしましたね。はい、で次、他のアイテム、コントロールショットしかないな。いっかこのままで。よし、まあ、メイン武器はこの片手剣のままでいきましょうか。しばらくは、まあ、ランク上がるまではこのままかな多分。武蔵マジダサくなったけどこれ、こんなダサくなっていいの？いやマジダサいけどこれ、なんだこれ。でもこんな風に自分オリジナルの機体に着々と変わっていくってことなんだねこれ。ポリスって書いてる。警察官機体なのかなこれもしかしたら。はい、ということで皆様、じゃあ今回ここまでにしましょうか。で、メガトンキュー武蔵今後もね、じっくりと進めていきます。バトルとかが、ね、多分今後多くなってくると思いますのでね、しっかりと攻略進めていくので応援よろしくお願いします。それではチャンネル登録してくれたらチャンネル登録高評価よろしく。また見てね。おつぽよー。